はい、続行ですね、ようやく来ました、太田道館大瀬駅前ですね。ロータリーの真ん中なんで、一番目立つところにあります。ちょっとやっぱり光の関係でちょっと残念ながらお顔がどうしても傘をね、かぶってらっしゃる像が多いんで、鷹狩りの像では、こういった感じでちょっと暗い感じになってますね。逆光気味なんですけど、まあ、お顔自体ですね、これがちょっと反対側からです。限界っていう感じで、ちょっと横顔などを映してみましょうか。今日はね、同感関係とちょっとお話をね、伺える方が何人かいましたんで、聞いてみましたけどもね、やっぱりね、これ伊勢原と同じっていうんですけどもね、なんか少し小ぶりに見えますけど、気のせいですかね。ちょっといつもの逆光バージョンになっちゃいますね。ちょっと今日は難しいですね、光のどうしても環境が、まあ台座の上に立ってるっていう普通のパターンなんですが、まだこっちの方がいいか、まだこっちの方、ちょうどね、朝方曇ってたんで、また写真は撮ってますけど、ちょっと撮りづらかったんですけどね、まあ、いくらかこっちの方がいい感じですかね。それでもちょっと動画だとね、ちょっと写真でなんとか撮りたいと思いますね。まあ、一般的な鷹狩りの像ということで、弓、刀、矢羽をね、持ってますね。なんかやっぱり小さく見えますけどね、同じ高さなんでしょうかね。ちょっと、伊勢原のと比べてですね。まあ、それはよしというところで、太田道館校に学ぶ文部領土、文部領土、大瀬町、町長さんのね、文字が入ってますね。別に何度も見てる方はね、道館校のと別に珍しくはないんですけど、せっかく来ましたんでね、ちょうど車も人もいないんで、全体で言うとこんな感じで、引くと少しは見やすいですかね。どうしてもね、暗くなっちゃうんでね。はい、太田道館校の新しい銅像、大瀬駅前でした。